五輪の豊かさを実現するエクササイズ。1、くつろぎ、集中し、視覚化することを学ぶ。聞き物語。視覚化するとは、欲しいものを得る前にそれをイメージするために自分の想像力を使うことです。自分の拡大した無限の思考を実感することができればできるほど、あなたはそれをますます簡単に想像することができます。想像力はエネルギーを生み出す最も強力なあなたの道具です。自分の想像力を使っているときは、できるだけ創意工夫に富むという以外何の規則もありません。あなたは視覚化する自分の能力をいつも使っていて、何であれそれを生み出す前に心の中でイメージを描いています。自分はすでに何かを持っているというふりをするにつれて、あなたはそれと調和し、自分の現在の現実にそれを持っているという感情を持ち込み始めます。そしてこの感情がそれをあなたに引きつけ始めるのです。集中することとは、他のことを考えずに自分の心にある考えやイメージをしっかり持つことです。一回に数分間、自分が欲しいものにしっかり焦点を合わせて集中すると、それを自分に引き寄せる速さが増します。次の練習は、あなたがくつろぎ、集中し、視覚化することを助けてくれます。準備。宝石やクリスタルのような手の中に持つことができ、自分が気に入っている小さなものを近くに置いてください。では始めます。ステップ1、10分か15分の間、椅子か床に楽に保てる姿勢を見つけてください。もし可能ならば、体全体に十分なエネルギーが流れるように背骨をまっすぐにします。それから目を閉じて、静かにゆっくりと呼吸し始め、胸の上の方でゆっくりとしたリズミカルで連続した呼吸を20回してください。Thank you.
ステップに、体を楽にし、自分が穏やかで落ち着いて静かになっていくのを感じてください。自分の想像の中で体の中をくまなく移動し、あらゆる部分を楽にします。心の中で足首、足、もも、胃、胸、腕、手、肩、首、頭、顔を楽にしてください。顎を少し緩め、目の周りの筋肉をくつろがせます。ますます落ち着いていくのを感じ、自分が大きな内なる平和を感じた時のことを考え、その時の感覚を自分の体に今与えてください。ステップ3。目を閉じたままで自分の家のある部屋のことを考えてください。あなたはそれをどうやって考えますか？あなたはそれをまるで映画の画面を見るように見ますか？それともまるでその部屋にいるかのようにそこに自分が立っていて自分の目でそれを眺めているのを感じますか？あなたは自分の周りにその部屋を感じますか？それは色がついていますか？あなたはその家具の配置を変えることができますか？あなたは自分がその部屋を歩き回っているのを想像できますか？1分くらいの間、できる限り鮮明にその部屋のイメージや感じを思い出してください。それから、そのイメージが次第に消えていきます。ステップ4。目を開けてください。前に選んでおいたものを取り上げてください。それをよく見て、その色、形、重さ、感覚、感触、その他、できるだけ多くの細かい事柄に気づいてください。数分後、それを下に置き、
それを持っていた時と同じ位置に手を置きます。さて、できるだけ細かく心の中にそのもののイメージを再び描いてください。目を閉じたままで、その色、形、重さ、感触、そして自分の手の中でそれをどんな風に感じたかイメージできますか？ステップ5。さて、まだ自分が持っていないもので欲しいと思っている小さなものを考えてください。この練習のためには自分が以前見たことがあるものを使ってください。目を閉じたままで、できる限りそれを完全にイメージします。それはどんな感じがするでしょうか？それはどんな色と形を持っているでしょうか？ステップ6。自分が今視覚化したものを考え、さらにもっと良いものを想像することで、自分の想像力を広げる練習をしてください。自分が持つことができると考えたものよりも、さらに良いものを得ることを想像するとき、どんな感じがしますか？もちろん、あなたが初めに視覚化したものが、まさに自分が欲しいものであれば、それ以上良いものを求める必要はありませんが、自分の想像力を広げる練習をすることは大切なことです。ステップ7。自分の人生に実現したいこのものについて考え、自分の心を集中してください。 1、2分、他のことを何も考えないでそれについて考えます。もし
自分が望まない考えがやってきたならば、ただそれらを泡の中に置き、浮かび去ることを想像してください。ステップ8、自分が落ち着いてくつろいで現実に戻る準備ができたと感じたとき、ゆっくりと自分の部屋に注意を戻します。そして落ち着いて平和な自分の状態を味わい、楽しみながら自分の周りの世界をこのより明るく明確な視野から眺めてください。あなたが前より落ち着いてくつろいで調和しているように感じるなら、物事を引きつけるのに必要な意識の状態に到達したのです。落ち着いて集中すればするほど、そして高い思考を持てば持つほど、自分が欲しいものを引きつけるとき、結果がますます良くなるでしょう。